はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズ、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずまたちょっとねレベルを上げて、みんな3くらいになったかな。じゃあこのまま海賊退治へ向かいましょう。ここは永久に出てくるね。よし、行こう。海賊の襲撃2。まあ配置的には別にこれでいいでしょう。で、またここが、こっちもあるのか。右がちょっと敵が少ないけど、精鋭が右にいるのかな。で、左から多分ワンサか来る感じか。どうする、セーバーをまた派遣するか。で、そこから回復薬は真ん中に置いておいて、セリカはじゃあここを封鎖するか。で、援護薬としてメイちゃんを左に派遣して、右はボーイでいいか。よし、 OK。 いきなり来るね。さて、ここに置いて、でとりあえず一回サンダーで攻撃しとこう。倒せるね。かわされたけど、ここはこれでいいか。あ、弓か。なるほど、考えたな敵も。じゃあ、あの位置から撤退しよう。ちょっとこいつには頑張ってもらわないとな。これはもう減ると撤退するね、確実に。回復しに。ってことはよ、まずこいつでこいつを倒せればな、一番いいんだけどな。うわ、かわされたか。もう一回、よし、レベルアップ。まあいいかな。ディフェンスがマジで覚えないんだよな。イリュージョン、ボーイちゃん攻撃しよう。レベルアップ。最近、まあいいかな。サンダー終えた。よしよしよし、サンダーは射程が上がるからね。攻撃でいこう。よーし、セリカもレベルアップ。まあ攻撃力が上がったからいいか。ブドウ酒、これは道具袋に送るか。さて、あとはこっからだよ。まずこいつをここに置いて、ファイヤー4方向から攻撃されるっていうのはね、さすがに避けないといけないから、上にこいつを置いておけばとりあえず3方向にはなるか。ここでも上来れないよね。弓矢で攻撃されそうだな。戦技、豊穣の力、与えたダメージ分ヒットポイント回復する。これにしよう。ちょっとでも回復しとこう。結局は反撃を食らうっていう。しょうがない、弓いくつ食らうかだな。2か、それなりだね。こいつ強そう。お、2回食らう。やばくないか。早急に始末する必要がある。サンダー覚えたかな。敵の攻撃力がかなり強い。これはまずいぞ。うわ、次食らったら死ぬ。その分レベルアップも早い。あの弓の攻撃を食らったらまずいな。まずこの傭兵を倒せるかどうかだな。サンダー10か。まあいいや。ほら、で、セリカはちょっと
食おう、パンを食おう。何度か使用できる、いいね。で、こいつはここで回復をさせて、弓兵の追撃に移ろう。これサンダー無理なの？あ、いけるじゃん。よーし、何？そうか、やつも逃げるのか。もう減れば逃げるね、こいつらは。よし、左側はとりあえず殲滅できたから、もう右へ行くか。準備は万全よ。ミラ様のおかげだわ。で、ボーイはちょっと前線には出したくないから、サンダーで後ろから追撃しよう。見えなくね。いやでもそれがいいんだよね、魔法の特権だよ。見えなくても攻撃できる。で、回復ポイントにいる間はちょっと回避率が高くなるから攻撃はしないでおこう。よし、これでこいつは全回復。セリカも前に出して大丈夫だよな。で、こいつここら辺にしよう。どっちへ来る？来たか。うわ、8か。やはりそれなりに食らうな。セリカちょっとここ陣取るか。いや待って待って待って、そうそう、ボーイがまずいよな。まずこいつをサンダーで。あえ、超強い。あ、こいつ川の盾持ってたのか。なんとか勝てたわ。みんな無事？あの東の小島をご覧ください。あれがここらの海賊のボス、ダッハの砦です。潮の流れのせいで近くを通らなきゃなりませんが、見つかると厄介だ。さっさと通り過ぎましょう。待ってください。そのダッハを倒すことができれば、この辺りの海は平和になるのですか？そりゃそうですが。おい、お嬢ちゃん、俺は護衛を引き受けたんであって、海賊退治まで受け負った覚えはないぜ。そうですか。では私が砦に切り込みますから、あなたはただ私を守ってください。おい、海賊には島の人たちもみんな困っています。このままでは食料が届かず、ますます飢えてしまう。はあ、余計なお世話かもしれねえが、お嬢ちゃんには目的があるんだろ。無駄な厄介事まで引き受けてここで死んじまったら元も子もないぜ。もちろん私も無関係な人助けのために時間を費やすつもりはありません。でももう戻れるかどうかわからない旅なんです。せめてその前にお世話になった島の人たちを安心させてあげたい。そう願うのは出過ぎたことでしょうか？わかったよ、どうなっても知らねえぞ。セーバー、ありがとう。戦闘技術、ここら辺よくわからん。本当に戦闘技術を取るのに値する戦いだったのか。超強くね。軍団戦力587、こいつ何マジで。176って、いけるか。もうちょっと行くか。なんかレベル上げした方が良さそうな気もするけどな。海賊の
砦で襲撃戦。あ、ちょっと身支度しよう。川の盾手に入れたからな。どうしようかな。セリカに川の盾を装備させよう。ジェニーも防御力は低いけど、もうこいつは食らわない前提でいこう。よし、ディフェンス自体は5プラス3で8。よし、これでいいかな。なんだ創造師、またうるさい小ネズミどもが砦に入り込んだか。あなたがダッハですね。今すぐこの海での海賊行為をやめなさい。はあ、なんだこの偉そうな小娘は。何の権利があって俺に指図してやがる。お嬢ちゃん、だから正論言っても無駄だって。やめてほしけりゃ腕ずくで止めてみるんだな。おいお前ら、女は生け捕りにしろ、男は始末して構わん。高く売れそうな女だ、傷をつけるなよ。ほらな、あなたという人はもう許しません。覚悟しなさい。なんだ奴の動きが変だな。なんだか新手が来たみたいよ。おお、そいつはありがたい。敵があちらに分かれてくれればダッハを倒しやすくなるってもんだ。そううまくいきますかね。今俺たち結構絶対絶命じゃないですか。そうよね、多勢に無勢もいいとこだわ。うるさいお前たち、いいから死ぬ気で戦うんだよ。ダッハさえ倒せば手下どもは逃げ出すはずだ。いいか、ダッハを狙え。あの人たちは港で聞いた敵討ちの。助けることができるかもしれないわ。慎重に行きましょう。マジか、この左の軍勢緑だね。アーマーか、こいつは多分大丈夫だな。傭兵アーチャー、アーチャーが攻撃を食らうとちょっとやばそうだな。準備は万全よ。とりあえず切り込むか。みんなまとまって切った方が良さそうだけどな。どうしようかな。いいか、分担しよう。やっぱりこっちの援護はこいつでいくか。でこうだな。回復役だな、ちょっと。31強いな。ただ防御力を上げただけあってだいぶ硬い。うわ、上に行ったか。うお、4人。てかめっちゃ向こう行ってんじゃん。頑張れ。強いは強いけどね、集中攻撃だったらちょっとやばそうだな。何よりちょっと経験値をなゲットしたいからな。セリカをちょっと突出させるか。って待ってよ、ダッハもぶっ倒そう。まずこいつはここでファイヤーを唱えて倒す。どんどんレベルが上がっていく。スピードも上がる。先手必勝。さて、こいつらだな。あとはよし、必殺。あーしんどいね。レベルアップ。今日の俺ってば冴えてるね。めっちゃ上がるなこいつ。でサンダーを使おう。ほらミスター。いい食らう。おかわした。そしてクリティカル。お、めちゃくちゃクリティカル出るな。クリティカル9って書いてあるけど、これ
9% じゃないよね。 9% とかにしたら出過ぎだよな。6でも出てるしね。倒せる分には全然いいんだけどさ。7食らうのか。アーマーはさすがに強いね。全然食らない。この弓だ、まずいのは。こいつらも来るか。倒せるやつを確実に倒すね。あとこいつをな、なんとかぶっ倒したいんだけどな。トークができるな。まだまだ元気だよ。ちょっとトークしとこう。あら、どうしたの？ため息なんてついて、メイらしくないわね。セリカ様。いえ、大したことじゃないんですけど、やっぱり女の子っておしとやかな方がいいんでしょうか？え？そんなことはないと思うけれど。そうですか？いや、でもセリカ様はお優しいから参考にならないかも。そんな、でもどうしてそう思ったの？例えばですよ、好きな人がいるとしてですね、ずっとそばにいるのにちっとも意識してもらえないんですよ。これはやっぱり自分に問題があるんじゃないかなって思って。まあ、そんなことを考える必要はないわ。レイン、あなたはとっても素敵な人よ。優しくていつも明るく、みんなを励ましてくれて。だからそのままのあなたで大丈夫。自信を持って。セリカ様って、例え話ですよ。例え話。あ、そうだったわね。でもありがとうございます。ほんとこいつらは戦場でのんきだよな。メイどうしよう、食事させとこう。かじったパン、美味しかった。いきなり食らうのは勘弁だからな。あれ、これ左から行くとなんか壁があるね。右から行こう。こいつは頑張れ。あ、まあ徐々にでもやっぱり食らってってるな。こいつ出てこない。あれ、これもしや後ろから行かないといけないじゃん。そういうことか。これサンダーで、あ、サンダーで攻撃できるね。サンダーで当ててこう。とりあえず、うるさい子ネズミどもめ、海の木図にしてくれるわ。まあ壁挟んでるけどね。あ、そうか、魔法だからあれだ、地形効果関係ないんだ。え、じゃあ B にしておいて、こっからサンダーでチクチク当てるのが一番良くないか。いいや、攻め込もう。そうするとな、あ、でもサンダー1人しか当てらんないか。これでなんとかするしかない。もうセーバーとか間に合わないな。こいつ大丈夫か、マジで。次のターンで一掃できそうな感じはするけど。よし、射程内に入るとこいつ来るかな。まあ、いや、サンダー、よーし、いいね。で、この射程に入ろう。白魔法イリュージョン、幻影兵を召喚する。ヒットポイント消費12とか凄まじいな。もういいや、一応念のため進めるだけ進むか。来たな。3、よし、倒せる。
サンターが当たる位置であればいいね。マジ強いわメイちゃん。バカな俺は海賊の王だぞ。貴様に海賊王は過ぎた名だ。おお、いいねいいねいいね、めっちゃ上がるわ。そして星肉をゲット。完全にエースだな、うちのセリカとか一体も倒してねえし。よかった、あの人たち助かったみたいね。ん？それで？左は謎の軍。ま、海賊の砦内部に行きますか。じゃあとりあえずパクれるもん先にパクろう。これ何？サメ。サメなんて食えんの？飲みかけのエールとハムと干し肉と、これすげえパンな。さすが海賊の砦だ、いっぱいパクれる。この槍とかもパクりたいけどな、怒りがあるじゃん。ボロボロか。こんなとこになんで飲みかけのエール置いとくんだ。無造作すぎだろ。よし、で話そう。おお、バルポ。おお、あんたたち、俺の名はバルポだ。さっきは危ないところを助かったよ。ダッハの野郎がくたばって、これで俺の家族もきっとは、もっと湿っぽくなっちゃうな。そうだ、神官様、助けてくれた礼をさせてくれよ。といっても俺には腕っぷしくらいしかないがな。護衛でも何でもするぜ。連れて行ってくれないか。いいね、こいつだってアーマーでしょ、めっちゃ壁役になるよ。でレオ、こいつさ、オカマなの？そいつらと一緒に行くの？じゃあ、私も行く。ねえねえ、いいでしょ？お願い、連れてってよ。まあ、弓兵はね、貴重だからね。バルボさん、そいつらと一緒に行くのかい？うん、俺はどっちでもいいぜ、あんたが決めてくれよ。あ、でもあんたエンジェルの魔法は覚えているのか？何それ。覚えてないんなら海のほぐらには寄らないでくれよ。俺はドラゴンゾンビだけは苦手なんでね。エンジェルなんて覚えてないよ。なんだ、お前らもついてくるのか。当然でしょ、私は兄貴が行くならどこへでもついてくわよ。俺はまあ雇ってくれるんなら誰でもいいしな。まったく、そんな調子で神官様に面目ないと思わないのか。神官様はな、まあよくわからんが崇高な使命を持って旅をしてるんだぞ。いえ、あの、私嬉しいです、皆さんについてきてもらえて。とても心強いし賑やかで楽しいし、だからどうかよろしくお願いしますね。神官様、こちらこそよろしく頼むぜ。そこまで言うなら少しは頑張ってあげちゃおうかしら。俺はもらえる金次第だね。まったく、またお前は。でも金とか払えねえだろ。払うだけの金ないよ。だからセーバーにさ、宝剣渡したんじゃん。他はないかな。移動しよう。宝物庫。あれ、人がいる。お、すげえ、金貨いっぱいあるよ。これパクってけよ。神官様、海の祠には行くのかい？そりゃお宝が眠ってるって話だけど、やめておいた方がいいと思うよ。ドラゴンゾンビがいるってのは知ってるだろう。あいつはエンジェルの魔法でもないと倒せないからね。
なるほど、まずエンジェルの魔法を覚えないといけないのか。エンジェルの船乗りだ。奴らに捕まってソフィアの海賊どもが我が物顔で海を荒らしているのに、ルドルフ皇帝は知らん顔さ。戦争のことしか頭にないらしい。まったく、どうしちまったんだか。老人。リゲルの皇帝ルドルフ陛下は若い頃はそりゃ立派な皇太子だった。なのに皇帝の座についてからは一体何があったのかね。でもわしは皇帝陛下を信じておるよ。え、何？よくわからない。なんでリゲルいい国なの元は。これ金貨パクろうよマジで。元の持ち主に返せないかしら。もう分からんよ誰が誰の持ち主だったのか。いやーすげえ金貨だなマジ欲しい。これは、おお、鋼の剣、ラムの武道酒、錆びた盾、鉄の剣、小さな歯車、他は金貨か。金貨ばっかりだね。勝手に持っていくわけにはいかないよねって。勝手も何もなくね。もう持ち主さ、一回海賊に所有権が移って、でそいつらをぶっ倒したセリカに所有権が移ってる、そういう考え方でいいんじゃないかな。まあじゃあここを拠点に今後は活動していくか。じゃあ移動して、もう行くとこないよね。一応こいつらがいるな。船旅って嫌だわ。照り返しで肌は焼けるし、髪も傷むし、美しさを保つのも一苦労よね。神官様はどんなお手入れしてるの？え、何にもしてない。それでそのツルツルのお肌なの？腹立つわ。何よ、若さにあぐらをかいていられるのも今のうちだけなんだからね。まあ確かにね、どんどん年取っていくからな。私ダメなんです。セリカ様は使命を持ってこの旅に出られたんですよね。分かってはいるんですけど、どうしてもワクワクしちゃうんですよ。だって今まで島からほとんど出たことなかったし。でもこんなのじゃセリカ様に申し訳なくて。え、いいですか？そうですか。ではお言葉に甘えてワクワクさせていただきますけど、じゃあセリカ様ももっと楽しんでくださいね。そりゃ目的が第一ですけど、初めて見るものや出会う人たちとか、そういうものにドキドキすることもきっと大切だと思うんです。なるほどね。じゃあ外へ出よう。割と物を手に入れたからどうしようかな。錆びた盾とかはマジ何の役にも立たないんだよね。重さが増えるだけだからな。アーマーな防御力をがっちり固めたい気がするんだよな。セリカね、魔法使えるから無理に剣を装備させる必要もねないと思うんだよね。とりあえずセーバーだな。黄金の探検って1しか増えないから、威力は高いけど命中がちょっとあれか。重さもあるね。スピード13あんのか。でもこいつは切り込み隊長としてちょっと攻撃重視でいくか。スピードマイナス1、まあ、大した稼ぎにはならないな。よし。でバルボ、こいつ川の盾を外そう。外さなくても大丈夫かな。受け取る。よし、これで防御力が15になったね、合計で。でカムイ、こいつは武器を装備させよう。鉄の剣でいいか普通に。あとはセリカをどうするかだな。一応黄金の探検装備させておく。てかさ、黄金の探検とか別にさ、みんなの共通の所有物になってるしそんなんでいいのかセーバー。まあ、とりあえず黄金の探検をじゃあ装備させとこう。
ないよりはあった方がいいよねと。よし、こんなもんか。魔法系はでも装備するものないよね、まだ。食事系のものしか。というところで、じゃあ海賊の砦も、攻略が終了して仲間も増えましたね。じゃあ次回は、左ドラゴンゾンビがめっちゃ気になるね。めっちゃ強そうだけど、なんかまずはエンジェルの魔法を覚えないといけないって言ってるので、まあ、エンジェルの魔法を覚えてから行きますか。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。